こから起きてるのね。でもちろん我々は日本語になっちゃって日本語になっちゃったんだけど、もともとはそういうことですよね。そうですね。あの今後人と話す冗談もネタに言ってください。俺たち何を喋ってると思う。地名のことエジプトだ。あの古い地名なんかも結構エジプトの言葉がいっぱい残ってます。昔エジプトのことエジプトって言ってないです。あのケメとあるいはタマラって言ってたんです、自分自身の国のことを。でこれは黒い大地です。ケメとはでタマラは氾濫、要はナイル川が毎年氾濫して、地面が黒くなるんですね、土が。でそれが豊かな穀物を、育んだという意味で自分たちの国のことを誇りを持ってケメとまたはタマラと言いました。その地名が日本にいっぱい残っています。要はこれ KMT ですね、ケメと。こっちはタマラだと、まあ、KMR、まあ、ちょっと若干変わったことがあると思って、例えばキミツとかね、蒲田とかいうのは、うん、要するにエジプト由来の日本の地名です。我々やっぱりね、白村江の戦いに負けて漢字を強制されたんです。なので漢字の呪縛の中に我々が生きてます。なのでこれですと一通りこう漢字を忘れて言葉だけで言ってみると非常にこう別の世界が見えてきます。世界、本当に世界が日本にあります。この間ね、あのイスラエル行った時にあの押山さんがバスの中で話してくれたこともあるんだけど、あの君が代は千代にや千代にさざれる君、あれ教えてください。それの方向は、それなんか YouTube で載ってますね。 YouTube どうかって、だって君が代をあのね、あの立ち上がれだよね、立ち上がれシオンの民よ、ね、あなた方は選ばれし者たちよ、ね、あなた方が世界をうまくね調和していくんだと。これが君が代は千代にや千代、これヘブライ語だよ。でこれは僕のフェイスブックの4メーターぐらい下に出てます。4メーターぐらい下にまた乗っけとくわ。あの本当にあの君が代ってその下にヘブライ語が出てるんだけど、その解説はあの、ね、立ち上がれシオンの民よなんとか集まらせる、あの神様より選ばれしためとかも選ばれたもうし民よ、君たちが世の中を世界中を平和にしていくんだという話です。ですよね、星山さん。そうですね。星山さんの詳しい。ということで、あのこの映画はめちゃくちゃ面白いなそうですから応援してください。